STS-51G はアメリカ航空宇宙局のスペースシャトル計画の18回目の飛行でありディスカバリーの5回目の飛行である7日間のミッションは1985年6月17日にケネディ宇宙センターから打ち上げられ6月24日にエドワーズ空軍基地に着陸したサウジアラビアの王族であるスルタンビンアブドゥルアジーズアルサウードが ベイロードスペシャリストとして登場した。アルサウードはアラブ人として、またムスリムとして、また王族として初めて宇宙を訪れた。またスペースシャトル時代の前の乗組員が一人もいない初めてのミッションとなった。ディスカバリーは1985年6月17日午前7時33分にケネディ宇宙センター第39発射施設から打ち上げられた。 乗組委員は、船長のダニエル・ブランデンスタイン、操縦手のジョン・クレイトンと、ミッションスペシャリストのシャノン・ルシット、スティーブン・ネゲル、ジョン・ファビアン、ペイロードスペシャリストで、フランス人のパトリック・ボードリー、サウジアラビアの王族である、スルタン・ビン・アブデル・アジーズ・アル・サウードであった。STS-51B は、アラブ衛星通信機構のアラブ・サット -1B、メキシコのメレロス1号、 AT&T のテルスター 3D の3機の通信衛星を運んだ。ディスカバリーから放出された後、3機とも、ペイロードアシストモジュールを用いて静止トランスファー軌道に達することができた。他に運ばれたのは、オービタから放出された後、回収されるまで自由に宇宙を動き回るように設計されたスパルタン1である。スパルタン1は 140kg の 天文観測機器を搭載していた。オービタとは独立に、正常に展開、運用された。ディスカバリーはさらに材料実験のためのロ、フランスのいくつかの生物医学実験、6つのゲッタウェイスペシャルがあり、534ゲッタウェイスペシャルのシャットダウンの時期が早かったものの、すべて成功した。このミッションの最後のペイロードは、戦略防衛構想のためのハイプレシジョン。 トラッキングエクスペリメントであった。ヘプトは37周目の最初の挑戦では、オービタが正しいコードになかったため展開に失敗し、64周目で展開に成功した。ディスカバリーは、1985年6月24日午前9時12分に、7日間と1時間38分52秒のミッションを終えて、エドワーズ空軍基地に着陸した。 NASA はジェミニ計画の際に宇宙飛行士のために音楽をかけることをはじめ、アポロ15号の時に初めて気象のために音楽を使った。それぞれの曲はしばしば宇宙飛行士の家族が特別に選んだもので、乗組員に個人的な特別な意味のあるものや日々の活動に適したものである。ありがとうございます。